どうも、料理の皆さん、リュウジです。なんかね、これ言うとね、なんか僕があんまりにも滑舌悪いので、おじさんに聞こえるって言われるのね。もうね、多方面から言われてます。もう別におじさんでもいいです、キャラクター設定なので、はい、まあまあそんなことはどうでもいいんですけども、今回はですね、まあ、増税されたじゃないですか。まあ食料品はね、軽減税率適用されてるんであれなんですけども、まあやっぱり他でね、やっぱね、かけまくされると思うんですね。やっぱね、安くてうまいもの、もうこれですよ。ということでですね、今日はですね、安い食材の代名詞、このもやし、これを使ってですね、めちゃめちゃ簡単、なんとですね、火を使わないレンジでできちゃうもやし肉あんかけ作っていきたいと思います。材料はもやし、豚ひき肉、あと調味料のみです。早速作っていきたいと思います。まずですね、お肉を入れていきます。お肉はね、これちょっと多いのでね、測りながら入れていきます。大体 100g、 はい、これですね。はい、ここにですね、調味料を入れていきます。まずですね、ウェイパーです。ソーミスシャンタンでもいいです。はい、これを小さじ1。はい、お醤油でーす、小さじ2入れます。はい、酒です、大さじ2入れます。はい、水 80cc です。はい、黒胡椒です、適量です。で、この状態ですね、一回混ぜます。よく混ぜてください。肉をほぐす的な感じですね。お肉をほぐしてる、このままやるとね、肉がね、結構ばらけないで固まっちゃうので、混ぜてくださいね。こんな感じになります。で、そこにですね、このもやしですね、もやしは 200g です。たまに 250g のもやしパックもありますので、気をつけてくださいね。で、こんな感じね、ごそっと入れていきます。はいね、なんかね、ちょっともやしの化け物みたいになりますけどね。これは、押し込めていきます。そうするとですね、いつも使っている耐熱容器ですね、ほんとぴったりになるんですね。ふわっとラップして、耐熱容器を電子レンジに入れまして、600ワット4分半です。はい、ということでですね、待ってる間は、新一番搾りの黒生飲んでいきます。もうね、結構今日飲んでますね。はい、明るいうちから飲んでますので、外はね、ちょっと夕方でちょっと明かりが灯ってきたぐらいですね。で、温めてる間なんですけども、片栗粉小さじ2と水大さじ1を混ぜた、この水溶き片栗粉を用意しておきます。はい、チンし終わった瞬間にこれ流し入れるんでね、用意しておいてくださいね。はい、ということで出来上がりました。4分半加熱したものが今度こちらです。で、こいつにですね、もうね、水溶き片栗粉入れちゃいます。混ぜていきます。はい、よく混ぜてください。そうするとどうでしょう、とろみがついてきてるの分かりますかね。チンしたね瞬間に入れるとですね、持ってる熱でですね、固まってくる。あ、ちょちょちょ、これ見てください、結構固まってます。ほら、とろとろになってます。こんな感じですね。これぐらいとろみがついてくるんですね。これはね、ものすごく楽なんでね、このあんかけのやり方はね、皆さんね、覚えていただいてください。これをね、応用すればね、中華丼とかね、いろいろできちゃうんですよ。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。結構ね、ボリューミーです。2人前はあるんじゃないですかね。こんな感じでね、盛っていただいて、小ネギを散らしていきますね。パラ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 っと。はい、そうしましたらですね、僕は辛いの好きなのでラー油、苦手な方はごま油でいいです。まあこんな感じですね。はい、ということで、レンジでできるもやしの肉あんかけ完成です。それではですね、食べていきたいと思います。いいですね、トロトロですね。いただきます。うん、このレシピ超好きなんですよ、僕。これほんと美味しい。いやー、マジで美味しい。このね、とろみのつき具合もね、すごい絶妙ですね。このシャキッとした歯応えの中に、このひき肉の噛み応えのある食感があってですね、私もパンチが効いてるので、ご飯に合わせていただいてもいいですし、お酒に合わせていただいても結構です。うん、うん、めちゃめちゃうまい。これは酒もご飯もいけるわ。これもう本当にこれですね、もしかして何か気づいた人がいるかもしれないです。これ何かに似てるなと。そうですね、これ千葉ちゃんのお通しなんですね。大衆居酒屋の千葉ちゃんのお通しをなんとかレンジで作れないかと試行錯誤した上で作ったレシピです。レシピはですね、千葉ちゃんから教わったわけじゃないのでご安心ください。隠れ再現レシピです。ねお年寄りですよね、あれすごい好きで、もうあれが楽しみでいくみたいなね。手軽にできて
原価もそんなかかってないです。2人分でね、1人分100円絶対いかないです。60円とか。でですね、なんかこの間、塩油そうめんの時に僕ビール飲んでたんですけど、ビールをですね、食う時のね、音がね、あまりにも軽すぎて、お前、ビール空じゃねえかって突っ込まれたんですけど、ほとんど入ってなかったです。なんですけど、撮影上の都合でですね、それでちょっと切るわけにいかなかったんですよ。なぜかというと、ビールあれしかなかったんです。で気づいた人すごいなと思って、無理やり飲んでたわけではないです。どっちかというと僕はハイボール派ではあるんですけども、ビールも好きです。今日はちゃんと入ってます。ちょっと今軽かったな。でもね、これね、なんかね、5分の1ぐらいでもこの音するんですよ。ちょっと入ってたの。だから飲んでなかったわけないの。決してですね、酒造り演出してるわけじゃないんですよ、ほんと。なので、ね、そこら辺はですね、皆さん言い訳させてください。とにかくこれね、美味しいのでお腹いっぱいになるし、実はですね、結構低糖質なんですね。糖質が片栗粉分ぐらいしか入ってない。皆さん、ぜひ試してみてください。はい、それではですね、今回の動画作ってみたいなとかですね、美味しそうだなっていう、はい、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。